ビアティン・ミエは、三重県の桑名市、稲部市、稲部群島院町、桑名軍木曽崎町、三重軍小物町、川越町、朝日町をホームタウンとする日本フットボールリーグ所属のサッカークラブ。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。J リーグ100年構想の趣旨に賛同するサッカークラブとして2012年に設立された。ビアティンとはオランダ語でを示す言葉であり、 クラブ設立前に視察をした3世代が集まるオランダのスポーツコミュニティを手本とすることを念頭に置いている。またオランダ代表として活躍したヨハンクライフの背番号14をも込めているという。クラブエンブレムにも数字の14とオランダ代表のエンブレムにも用いられているライオンが描かれており、ライオンにはクライフの愛称フライングダッチマンにちなんで、 翼が描かれている。クラブマスコットは、ライオンの、ビア君。ホームタウン創設当初は、桑名市、四日市市を中心とする三重県全域としていたが、後に、亀山市、稲部市、及び、桑名郡木曽崎町、三重郡小物町、朝日町の合計4市3町をホームタウンに制定。2015年2月設立の、ビアティン三重公演会には、 三重県北西地域の企業が多く参加し、上記7自治体の市長が名誉顧問として参加している。その後、市町村合併や亀山市、四日市市のホームタウンからの撤退と入れ替わりで、試合会場のある稲部群島院町をホームタウンに加え、現在は西号町で構成されている。なお、下部組織については、桑名市、四日市市を中心とした三重県全域を、 ホームタウンとしている。関連団体として NPO 法人ビアティンスポーツクラブを有している。桑名市出身でファクトリーオートメーション設備を手掛ける株式会社グローバックスの中国法人を立ち上げた後藤大輔が帰国後に名古屋、大須で小学生向けものづくり教室ロボバセを開講その中で ものづくり以外の身体的なもの、スポーツの教育を提供したいとの思いを抱いていた2011年、名古屋グランパスエイトのクラブ立ち上げに携わり J リーグ、技術委員長等を務めた山下の之と出会い、その縁でオランダを訪問して、現地のスポーツコミュニティを目にしたことで、サッカー、さらに、スポーツを通して、家族が意思疎通を取れるコミュニティを、自身の生まれ育った三重県クワナで作りたいという、 思いをきっかけに、桑名市を拠点とした子どもたちの健全育成のための総合型クラブ作りに動き出したことを端緒とする。ちなみに、後藤自身はサッカーの経験はほとんどなかったという。ホームスタジアムは2017年度は四日市中央緑地陸上競技場、三重交通 G スポーツの森鈴鹿サッカーラグビー場、メイングラウンドをメインとして、 東員長スポーツ公園陸上競技場、上野運動公園競技場の合計4カ所に分かれて行っていた。2018年からメインを東員長スポーツ公園陸上競技場にほぼ集約するようになり、2019年は全主催15試合を開催。上記にある通り、2020年4月から10年間、スタジアムの指定管理者となることが決定した。 練習は主に NTN 総合運動公園サッカー場で行う。下部組織は NPO 法人ビアティンスポーツクラブにより運営されている。同法人はサッカースクールやランニングクラブ、ハンドボールなど総合型地域スポーツクラブの運営を行っている。2012年、クワナ市にて トップチーム発足とともにジュニアサッカースクールを設立。育成年代の発達段階に応じた、コーディネーショントレーニングを行うために、U-6, U-8, U-10, U-12 というように細かく年代分けをして、スクール展開をしている。さらに、U-15 年代による、ビアティンキン北 j FC を設立し、ジュニアユースも活動している。 サッカー選手の人材育成と地域におけるサッカーの普及、サッカー文化の発展を目指している。2014年度にチーム発足。2015年、浅野博士が監督就任。現在、三重県リーグ3部に所属。北勢、A、FC を前身とし、ビアティン発足とともに、ビアティン三重北勢、A、FC へ改称。現在は、ビアティン三重 U15 として活動している。 所属リーグは、ミーサッカーリーグ1部と4部に所属。ジュニアユースの出身選手として、サンフレッチ広島会 C、C に森島つかさが2016年より加入。2012年発足。2019年度の所属は、東海女子、サッカーリーグ1部。なでしこ広場を、年10回開催している。ジュニアユース発足当初より、オランダカラーであるオレンジを使用。 ありがとうございます。